ちは、店員佐藤です。今日はですね、ワイヤレスマイクロフォンの ECMW2BT と ECMLV1 の開墾レポートをお届けしたいと思います。今使っているのはカメラの内蔵マイクです。で、なんか埼玉県のですね、ヘリコプターがさっきから練習で飛んでるみたいで、河川敷の方で割といい音がするんですけども、内蔵のカメラのマイクで使うとこんな音になります。ちょっと多分聞こえづらいと思うので、ガンズームマイクをちょっと今付け替えようと思います。ちなみにガンズームマイクはこちらです。ECMGZ1M というものになります。はい、今マイクを付け替えてみました。どうでしょうか、聞こえやすくなったでしょうか。ヘリコプターの方もですね、実はなんか2機目があっちの方からちょっと飛んできてるので、ますますやかましくなってるかもしれませんが、ちょっとこれで開墾レポートを続けてみたいと思います。まずはワイヤレスマイクの ECMW2BT、 こちらの方から開いてみたいと思います。中開けてみると出てくるのが一体形になっているマイクとレシーバー、こっちがマイクだ。マイクの方にはレバーがついているので、これをこうやって洋服につけることができます。こっちの方はカメラの頭に頭頂部につけますね。で、両方とも、USB で充電するようになっているのかな。よいしょ。一緒に入っているもので、これが、アクセサリー集が対応していない時のためのマイク、マイクをアナログで、入力するための、ステレオミニジャックですね。RX100M とかで使うと思います。で、USB 端子はマイクロ USB で、1本だけ入っています。両方とも、USB で充電する必要があるんですが、ケーブル1本なので、取っ替えて使うような形ですね。それとあと風防が入ってます。これはマイクの先端にこうやってつけて、これで、風切り音を軽減するものだと思います。面白い作りになってて、ここにアナログのマイク入力があるんですけども、そこにこれを挿して、隣にあるマイクの端子を、かぶせるような形になってます。で、こちらが、ステレオリベラルマイクロフォンで ECMLV1 というものになります。こっちも風防が入ってますね。マイクは、ステレオミニですね。それと、こちらの方にステレオのマイクになります。 ECMW2BT のこのマイクが実はモノラル入力になるので、こちらを使うとステレオ入力で音声を取ることができます。これをよいしょ、風防を外したマイク部分にこうやって挿してあげて、これをつけて、でこれで電波を飛ばすというわけですね。じゃあちょっとマイクを付け替えてみましょう。どんな感じになるのか見てみます。はい、マイクの方付け替えてみました。今ついているのが、ECMW2BT です。お、ヘリコプターも戻ってきました。割と近くをパタパタ飛んでますが、どうでしょうか、聞こえ方は。一応これがマイクになるので、外してこういうふうにやると多分声がすごく大きく聞こえて、こうやると、声が聞き取りづらくなると思います。割とこれで、距離を取ってももう全然よく聞こえるだろうし、間に何か入ってても、雑音は入りづらいと思います。よいしょ。見通しで100メートルぐらい行けるということなので、あ、通信距離ごめんなさい、最大200メートルだそうです。ステージの音を取りたいとかっていう時も、カメラ、観客、ステージがあった時に、観客の音がやはり大きく入ってしまうんですが、そこを飛び越えてステージの音を直接取ることができます。多分あっちの方まで行っても音取れると思うので、ちょっと後で実験してみましょう。はい、ではここからですね、200メートル音声どれぐらい届くものなのか、ちょっとテストしてみたいと思います。よいしょ。ここから向こうの方まで多分距離にして200メートルちょっとないかな。行ってみます。よいしょ。エッサホーイサッサー、お猿のカゴやらホーイサッサー、なんとかんとかな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 んとか、エッサホーイサッサー。
あれですが、さあまだ音声は届くでしょうか。15.85.86.15.87.15.88.15.89.15.90.15.91.15.93ということで、よいしょ、ちょうど200メートルぐらい行ってきたかな。はい、こんにちは、店員佐藤です。今日は田島ヶ原の、桜草自生地というところに来ています。ここは大正8年に、日本で初めて天然記念物として指定された。はい、こんにちは、店員佐藤です。今日は田島ヶ原にある桜草の自生地へ来ています。日本で初めて大正8年に、天然記念物にして。はい、こんにちは、店員佐藤です。今日は、田島ヶ原にある桜草の自生地へ来ています。ここは日本で初めて天然記念物として指定された桜草が自生している土地になります。はい、こんにちは、店員佐藤です。今日は、田島ヶ原にある桜草の自生地へ来ています。ここは日本の、天然記念物として初めて、指定された。はい、こんにちは、店員佐藤です。今日は田島ヶ原にある、桜草の自生地へ来ています。あ、大正9年ですね。大正9年にここは日本で初めて天然記念物に指定された場所だそうです。もうすでに終わりの頃を迎えていますが、桜草がまだちょっと見えます。この、ワイヤレスマイクでどこまで音声が聞こえるものなのか、ちょっと、ここの道を向こうまで歩きながら話してテストしてみたいと思います。今、桜草の自生地の中に入っていきました。まだ音声聞こえているでしょうか。ちなみにこれは LV-1 というステレオマイクを使っているので、今私は、カメラに向かって右の方ですね、向いております。向いて右を向いて話してます。こちら左です。ステレオ感が分かりになりますでしょうか。まだまだ音声が聞こえます。まだ届きますでしょうか。もうすでに、ずいぶん距離来ました。何メートルぐらい離れても身長は分からないのですが、まだ音声は聞こえているでしょうか。まだ聞こえてますか。あ、見えなくなっちゃいましたね。